で、今日は、スケールをまたいつも通りやって、指の、なんか準備運動してで、その後に、伊藤さんから話題に出てる、うん、ルパンの頭の冒頭とボーダレス、うん、やりたいんだけど、それやるにあたってちょっとビブラートのかけ方と減衰、音を減衰させる方法をもう一回ちょっと確認して、そういったところをちょっとやりたいなと思います。なので今日はちょっと宿題の方はまた次回の方に回させてもらうと思うんだけれども、はい、うん、新しいこと多いと思うので頑張ってください、はいはい、よろしくお願いします。ね、ミの、音のからパのシャープね、こことここを同時にミから押すと言って。このターンが一番上の音。あと低い方、シの音が含まれているので、奥のところのミレドシ。これがここの、はいはい、あとまあね、切るところが2箇所、ワンとしようというのがまず一つのすごい大きな課題だったと思います、はい、で、ルパン と、ボーダレスは、ボーダレスの 1段目ね、そこは、ミのフラットだけが落ちてたけれども、あとはできてました。だけど 音がやっぱ短すぎちゃってるから、タッタッタッタじゃなくてタダダダ、もっと息まっすぐで音がちゃんとあった方がいいかなと。うん、2段目は音を間違えて読んでいたもんだから、できてなかったので、今日教えた指 と、フラットの場所 と、リズムね、それで歌えるようにまずは練習すると。ゆっくりからね、跳躍が難しいからゆっくりやること、はい、でルパン三世は前よりも間の取り方に関しては良かったと思うんだけど、全部が同じゆっくりゆっくりってなってるから、うん、そこがもうちょっと速くなるところとゆっくりになるところの場所をなんとなく絵で具体書いてあるから、そこをちょっと意識して練習をしてみるといいんじゃないかなと思います、はい、張りすぎないことね、音をね。なので最初に予告したビブラートなんだけど、そこはちょっとまだ高度なので、またの機会までに準備をすることにします。なので今回は減衰だけで音楽を作るようにしましょう。はい、はい、頑張ってください。ありがとうございました。